ライム君、どうしちゃったんでしょうか。カイムのやつ、突然眠ったまま目を覚まさなくなったんだろう。どういうことなんだ。眠ってるだけで、別に悪いところはないってシェロさんは言ってましたけど、心配ですね。記憶も戻ってねえんだよな。何か負担になってんのかもしんねえよな。あ、そういえば、関係あるかはわからないんですが、最近、ハングドマンの反応が弱い気がするんです。力が感じにくいというか。そうなのか？あいつ結構おしゃべりな青少女だったけど、確かにずっと黙ったままだよな。これって、カイム君が眠っちゃったのと関係あるんでしょうか？あいつら、もともと契約してたわけだもんな。関係あってもおかしくねえぜ。そうですね。とにかく、今は急いでカイム君に会いに行きましょう。シロさん、カイム君の様子は？はい、ご覧の通りでして。本当にただ寝てるだけみてえだな。でも、このままにはしておけません。そうですね。今は良くても、このままではどんどん衰弱してしまうと思います。そりゃ大変じゃねえか。どうしたらいいんでしょうか。とにかく、原因がわからねえことにはな。なんだ？急に、ハングドマンの力が強く！ふぅ、やれやれ。お前、ハングドマン、なんで急に？びっくりしました。ああ、ごめんごめん。ちょっと時間がないから、勝手に出てこさせてもらった。時間がないだって？どういうことだ？俺の力が、どんどん消えていってるって意味さ。あれ？ルリアは気づいていたんじゃないのか？確かに力が弱くなっているような感じはありましたけど、消えるって、そんな。一体なんでそんなことになってんだ？俺はちょっと特殊な青少女だからな。いろいろと事情があるんだ。特殊な青少女ですか？俺たちアーカルムシリーズはザ・ワールドによって生み出された青少女なわけだが、別の青少女のコアを再利用して作られたからが何なのか結構不安定でね。青少女が作った青少女、しかもコアの再利用？そんなことができんのか？青少女なんて何でもありなもんだろ。おいおい、そんな人ごとみてえに。ともかく
俺たちはもともとザ・ワールドには逆らえないようにプログラムされてる。君たちに分かりやすく言うなら洗脳ってところかな。余談だけど、君たちを利用して新世界の創造なんてのを目論んでたのももちろん。全ては主であるザ・ワールドの意志に応えるためだったしな。ちょっと待て、全然余談じゃねえじゃねえか。それじゃあ今もあなたは。な、そのザ・ワールドのくさびは君たちのせいで外れたわけなんだけど。それを先に言えよ、びっくりしたじゃねえか。ごめんごめん。それで本題なんだけど、ザ・ワールドから解き放たれた代わりに今度は存在自体を保つのが難しくなってるってわけ。ああ、なるほどな。それで消えかけてるってわけか。そうやって俺の力が弱まったから、カイムも目覚めなくなった。え、やっぱりそれも関係あったっていうのか。どうすればいいんですか。このままじゃカイム君が。簡単さ。俺がカイムともう一度契約を結び直せばいいんだ。うにゃ、それって前みたいにってことですか。カイムのようにアーカルムシリーズと契約した人間は賢者と呼ばれている。賢者にはもともとアーカルムシリーズの聖鐘獣の存在をこの世に具現化する器としての役割もあるんだ。だから契約し直せばお前は消えないってわけか。ああ、もちろんカイムの目も覚める。でもそれは。簡単に「はいそうですか」って言えることじゃねえぜ。なぜ。当たり前じゃねえか。お前自分がカイムに何したか忘れたとは言わせねえぞ。カイム君、記憶もなくなったまま戻ってないんです。それなのにまたそんな重い役割を負わせるなんて。君たちは本当に優しいな。それなら仕方ない。はい、それじゃあ君たちから許可をもらえないんじゃ諦めるしかないよな。でもまあ、俺が消えればカイムもそれまでだ。なんでだよ。そもそもカイムがあの時死ななくて済んだのは俺たちの間につながりが残ってたからだ。いわば俺のせいで生きてるようなものだな。いやいや、死ぬような目に遭わせたのもお前じゃねえか。まあそうなんだけど。そうだとしても事実は何も変わらない。それしか方法はないんですか。少なくとも俺は知らないな。じゃあオイラたちでもう少し他の方法を探してみねえか。そうですよね。カイム君にも負担をかけないやり方を。おっと、もう時間がなさそうだ。おいおい、なんか今にも消えちまいそうじゃねえか。
力の気配もどんどん小さくなっていきます。わー、カイムさんの様子が。くそ、マジで時間がねえってことじゃねえか。少し残念だけど、このままじゃもうお別れだな。どうしたら。あれ、いいのかい。カイム君の命には変えられませんもんね。そうか、分かったよ。それじゃあまたよろしく頼むよ。元気になって本当に良かったです。グランサイファーにもあんなに喜んでくれてますし。楽しそうで何よりだぜ。でも全部が元通りになるわけじゃねえんだな。はい、記憶は戻りませんでしたね。俺にそんな力はないさ。それに今のままの方がカイムも楽しそうでいいと思うけど。そう言われてみりゃそうなんだけどな。ねえねえ、この船はどこへ行くの？そうですね。カイム君はどこか行きたいところはありますか？行きたいところ？ねえ、あなたは？他人行儀だな。ハングドマンって呼んでくれよ。ハングドマンはどこに行きたい？俺は団長たちについていくって決めてるんだ。それじゃあ僕とも一緒だね。そうなるな。なあ、お前はなんでそんなにオイラたちと一緒に来たいんだ？ああ、そうすればもう一度ザ・ワールドに会えそうだからな。え？ザ・ワールドに会いたいんですか？おい、どういうことだよ。ああ、大丈夫大丈夫。君たちが心配するようなことじゃないさ。もうあいつのくさびは外れてるんだから。じゃあどうして？いくらあいつの呪縛から解き放たれたからってこのままってのもつまらないだろう。つまらないってお前な。だから君たちに野望を阻止されるザワールドの姿を見てみたいと思ってさ。え、
野望阻止ですか？あれ？あいつ放っておくつもり？放ってはおけねえな。はい、空の世界をなくしちゃおうって言うならやめさせないと。ほらな、君たちはやっぱりザ・ワールドと戦うことになる。ねえねえ、何の話？ザ・ワールドって誰？悪いやつなの？悪いやつね。俺は善悪の二元論で物を語るのは好きじゃないんだよな。善悪二元論？その時が来たら君にもわかるかもな。うん、そうだな。その時君が何を思うのかすごく興味深いよ。この大きな船でどこまで行けるのかすごく楽しみなんだ。